デニス・ジョセフ・アーウィンは、アイルランド共和国、コーク出身の元サッカー選手、元アイルランド代表。現役時代のポジションは、サイドバック。1990年から2002年まで在籍した、マンチェスター・ユナイテッド FC での数々の成功によって知られ、アレックス・ファーガソン監督が、今まで獲得した中で、最高の契約の一つとして見られており、後年に、 かつての同僚ライアン・ギグスが考えるチーム歴代ベストイレブンに選出されるほどだった。また、マンチェスター・ユナイテッド加入以前はリーズ・ユナイテッド FC とオールダム・アスレティック AFC に在籍し、マンチェスター・ユナイテッド対談後はウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC に2年在籍して現役引退をした。アイルランド代表としては56試合4得点を記録しており、 ベスト16入りした 1994FIFA ワールドカップの参加メンバーだった。アイルランド共和国のコークに生まれ、コールスト・クライスト・アールで教育を受ける。全アイルランドシニア・ハーリング選手権優勝者で、ミュンスター・シニア・ハーリング選手権と、ミュンスター・シニア・ゲイリックフットボール選手権で、数々のメダルを獲得したトム・王子に持つアービーも、同様に、少年時代は、ゲイリックフットボールと、 ハーリングの両方で引いてており、チェスでも優秀だった。また、ハーリングでは、後に、サッカーアイルランド共和国代表で同僚となる、ナイアルクイーンと共に、ユース代表として、クロークパークで複数回プレーした。リーズ、編集地元コークを拠点とする、エバートン AFC で、ユース時代を過ごしながら、U-16 アイルランド代表でプレーしてた際に、 フットボール2部のリーズユナイテッド AFC からスカウトされて1982年に入団し、1983年11月にプロ契約、1984年にエディグレイ監督の下で FA カップのスカンソープユナイテッド FC 戦で初出場を飾る。翌シーズンは主力として活躍していたが、ビリー・ブレムナー監督が就任すると構想外を告げられ、 72試合に出場していたリーズを去ることとなった。オールダムアスレティック編集1986年5月に自由契約でオールダムアスレティック AFC へ移籍したアーウィンはジョーロイル監督の下で4期活躍を見せ、特に1990年はフットボールリーグカップで決勝、FA カップでは準決勝に進出しており、 その際に対戦したマンチェスターユナイテッド FC 戦でのプレーが相手のアレックス・ファーガソン監督の目に留まり1990年6月8日に当時のサイドバックでは破格となる遺跡金62万5000ポンドでマンチェスターユナイテッド FC との契約を勝ち取ったマンチェスターユナイテッド編集ザクリフの外側を歩くアーウィン・マンチェスターユナイテッドでは 当初マイク・フェランを控えに追いやり右サイドバックを務めることと思われていたが、両足とも遜色なく蹴れたために左サイドバックとして起用され、1990年8月25日のリーグ戦でのコベントリーシティ FC 戦で初出場を飾って、以降、公式戦529試合に出場。また、チームにはフリーキックのデビッド・ベッカム、 ペナルティーキックのエリック・カントナという優秀な選手が、いながらもプレースキッカーをたびたび任され33得点を記録しており、特に1991年のボクシングデーで、フルスのオールダム戦での2得点、1994から95シーズンの熾烈なタイトルレース終盤で行われ、勝利が絶対条件となっていた1995年5月のサウサンプトン FC 戦での決勝点など、 記憶に残る得点を挙げている。なお、オールドとラフフォードでの12年間で、プレミアリーグ7回、FA カップ3回の優勝を経験し、その他にもリーグカップ、UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA カップウィーナーズカップのタイトルを獲得した。フィリップ・ネビル対等後も30代半ばにして、左サイドバックのレギュラーを務め、 セーパトリックの祝日にあたる2001年3月17日のレスターシティ FC 戦で記念すべきユナイテッドでの出場500試合目を記録していたが2000から01シーズンになるとミカエルシルベストルに左サイドバックのポジションを奪われ右サイドバックへ回される翌2001から02シーズンはシルベストルの不調から一旦定位置を取り戻したものの最終的には 控えの立場となり、同シーズン終了後に伴って満了となる契約に対して延長の話がなかったため、2002年5月11日のチャールトンアスレティック FC との最終節でキャプテンマークを巻き、ユナイテッドでの最後の試合に出場した。長年過ごしたクラブを去る際に、ファーガソン監督から私のこれまでの中で最高の調印だったと賛辞を送られた。 ウルバーハンプトン・ワンダラーズ、編集2002年7月23日に、フットボールリーグチャンピオンシップのウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC と1年契約を締結し、かつての同僚ポールインスと再会すると、37歳ながら、レギュラーとして、リーグ戦43試合、バーンディー FC 戦とグリムズビータ・ウン FC 戦での、合計2得点を挙げ、昇格を果たした2003から04シーズンは、 現役最後のシーズンとして臨んだものの、20年ぶりに昇格したチームを踏みとどまらせることができず、2004年5月15日に現役引退を表明し、翌日のトッテナムホットスパー FC との最終節が現役最後の試合であった。年代別代表で1983年と1984年の UEFAU-18 欧州選手権でプレーした後、 ジャッキー・チャールトン監督のもとで1990年9月12日にダリー・マウント・パークでのモロッコ戦でアイルランド代表として初出場10月17日の UEFA ユーロ9 2予選でのトルコ戦で公式戦初出場を飾り1992年4月29日の親善試合でのアメリカ戦で初得点を記録する 1999年11月17日のトルコとの UEFA ユーロ2000予選プレイオフ第2戦で1から1の引き分けに終わりアウェイゴールによって本大会出場を逃した同試合をもって代表引退をしており1990年から1999年までの間で56試合4得点を記録したまた 1994FIFA ワールドカップにも出場し、初戦のイタリア戦で競合相手に無得点での勝利に貢献した。現役引退後は2004年からミュートブの司会者の仕事のためにマンチェスターユナイテッドに戻ってきており、アイルランドのサンデーワールド市でコラムニストとして活動している。また、RTE のサッカー中継に携わり、2010FIFA ワールドカップで解説を務めた。 クラブマンチェスターユナイテッド FC 個人、ありがとうございます。